2015年、椎名幸子は日本の演歌歌手。所属事務所はながらプロダクショングループの有限会社、ガディスプロダクション。身長162センチメートル、体重49キログラム。血液型は O 型。尊敬する歌手は千秋直美、安室奈美恵、千葉県旭市出身。幼い時、祖母に背負われて、三笠優子の夫婦側を聞いて育つ。 歌手志望だった祖母の影響で、小学生の頃からカラオケ大会に出場し、千葉テレビカラオケ大賞グランドチャンピオン大会など、数々の大会で優勝。初めてステージで歌ったのは、小林幸子の雪椿だった。中学2年の時に、全国化の甲子園決勝大会で優勝した際、審査委員長を務めていた、作曲家鈴木厚氏にスカウトされ、 千葉県旭市の自宅から東京、六本木の事務所まで往復4時間のレッスンがよいを続けた。高校時代にはガングロよりも日焼けした、いわゆるゴングロを経験している。2002年4月24日、19歳の時にキングレコードよりご意見無用の人生だで歌手デビュー。当時は鈴木厚氏の提案で袴にブーツというハイカラサンスタイルで歌っていた。 同年、第44回日本レコード大賞新人賞を受賞。2013年、千葉県旭市観光大使第1号に任命された。恋の晴れるや、飾りじゃないのよ涙は、出船三橋、伊勢崎町ブルース、赤い靴、太陽は泣いている、東京武牛儀、東京ラプソディ、紅れないトンボ銀座の恋の物語、振り向かないで、酔っ払っちゃった、ソーランカモメ歌。 花嫁、赤い夕日の故郷、愛するって怖い、青春サイクリング、涙を抱いた渡り鳥、学生時代。ありがとうございます。